あら、そんなようなんですよ。ありがとうございます。せめてチラッとでも行ってもらう。ちょっとここができたかな。ね、もうね、終わってる。完全に終わってます。そうそう。もうここから降りてんじゃん。なんでやねん。と思った。長い。見えるとこにいたんで。ヘビがいると思ったんだ。長いね君。めっちゃ長。お父さんこっち。お父さんヘビいる、ヘビ。
めっちゃ長いんだけど。うわ、長い。こんくらいない ?1 メートルあるよね。お父さん、ヘビいる。1メートルぐらいあるかも。でもね、顔ちっちゃい。顔すごい、顔ちんしかない。ヘビどれ？わかるかな？あのね、結構逃げちゃうのよ。あそこにビロロンと垂れてるの見える？わかる？ビロロン？これで刺していい？ビロロン。見える？どれだ？え、わかんない。肉眼でわかってる？わかってない。え？これで刺していい？嫌だけどいいよ。あれ？あ、そう。近寄ると逃げちゃうからさ。あ、私のとこから。も見えるんだけど胴体しか見えないから。あ、分かった。1メートルぐらいあるかも。すっげー長いもん。これか、分かった。今映ってるこれ。あ、そう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 。でもテレビだからなんだか分かんない。そうだよね。あのね、胴体はこっから見えるのよ。ほら、尻尾が見える。まだ尻尾残ってる。あ、尻尾ね、それね。そうそうそう。これどこまで映るのかな。青大将かな。わかんないね、これじゃね。もう初ヘビ。かわいい。綺麗ね、ヘビ。かわいい。顔ちっちゃい。これ道がいっぱいあるんだね。いっぱいあるんだね。もうこの階段やめました。主人だけ上がりました。あ、本当。ちょっとで、ね、結構長いですよね。あら、大変そう。じゃあ行きますか。
ちい。よいしょ。お父さん、カッコウがいる。残念でしたね。ねえ。それカメラですか？これカメラで360度映るやつ。すごいな。そうなんです。先に降りてきた。お疲れ様でした。頂上違うな。そこにあの あそこだ。あそこで亡くなった人たちの墓碑がいっぱい出すんです。ああ、あれか。噴火して。カッコいるわ。お父さん。ほら、ほら、ほら、なんとも素晴らしい溶岩の石でございます。
道あるじゃない、あそこも上に登っていけるんだね。あそこに59分登っていくと、うん、中岳の、うん、あの方に上がる方と決まる方のところ。へえ。あれがどうだろう。ああ。今度行こうよ。うん。結構59分上がらないと。でも1時間。でもこの間俺たちが登ったあのなんだっけ？木島だっけ。あれ俺たち1時間かかってるけど、うん、あれはそういうコースでは30分で行ける。俺たちが行ったら多分2時間かかる。もういいんじゃない。じゃあこんな感じでここは終わりにしとく。そうね、霞んでるね。もしかしてガスが降りてきてんのかな。うん。うん、ちょっとほら、青っぽいじゃん。青っぽい、青っぽい。これガスかもね、うん。こっちガス降りてくるからね。うん。綺麗だね。綺麗綺麗。じゃあ初めて来たここ。やばい、カッコが泣いてる。そう、でもやっぱお父さんのモノマネのカッコは偽物だなって思った。本当？やって、こっちに向けてやって、こっちにいるから。あ、向こうにいるね。こっちと鳴いてる。結構いるぞ、カッコが。結構いる。ね、ここで弁当いいね。ね。カッコいっぱい泣いてる。めっちゃ反応してるじゃん。なんか変な声のカッコがいるっつって。言ってるね。そう。下手くそー。いや、下手くそだから新人だと思って。来んなって。いや、わかんないよ。え、新しい子が来たって喜んでるのかもしれない。あの道、確かにあの上どこ行くんだろうね。でしょ？ここ行けるんだなと思ってさ。こっち側行く人は、うん、あそこから道が分かんないとどこ行ってんだろうね。どっかに地図があるの、うん、あ、ヘリ帰ってきた、ヘリ帰ってきた。早いね。1分、2分、3分。そんなもんかな。僕ないでしょ。通り過ぎない。こっち来てぐるって回ってそこ行ってから降りる。してで、そこから降りてるって。いやいや、このあの山の手前を左に向かってこの宮間桐島に行くんだな、めっちゃ。うん。
もういないの、あの子はね、結構大きく、こんくらいだったかな、1メートル近くあった、80センチくらいかな、うん、今日は霞んでて普賢岳まで見えないからヘリ乗ってもいまいち。今日俺たちは乗らないよ。それでもすごい綺麗だ。まあね。ヘリ終わった。今日の日終わり？お昼休憩じゃない？ああ。